ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサラです。今回はリュックタイプのおすすめのカメラバッグをご紹介します。まずはじめに価格と発売日ですが、価格は 19,800円で、発売日が2017年7月25日となっています。価格は比較的安いですが、かなり機能面は充実していて、まず収容能力が高いです。このカメラバッグの底の部分になるんですが、今出している画像の通り、カメラ本体とレンズが5本入ります。で、カメラ本体はレンズを取り付けた状態で収納できるようになってますので、実質搭載できるレンズというのは6本入ることになります。カメラをやっている人の場合よくわかると思いますが、三脚の持ち運びが手間だったりします。コンパクトな三脚であればリュックの中に入れることができるんですけども、使いやすい比較的サイズの大きな三脚であればなかなかそういうわけにもいきませんが、このリュックの場合、写真のように後ろからぶら下げるように装着することができます。リュック全体の大きさですが、写真のように男性であればそれほど大きすぎる大きさではないです。ただ女性の場合だとちょっとサイズ的には大きいかもしれません。荷物の取り出しについては上から取り出すこともできますが、写真のように横から取り出すこともできます。この機能があるためカメラバッグではありますが、通常のリュックとして使っても使い勝手はいいです。容量もかなりありますので、旅行用に使うという使い方もかなり便利なのではないかと思います。最初にご紹介しましたが、価格は 19,800円と機能の割りかなり安くなっています。そして発売日は2017年7月25日ですが、このバッグはかなり人気があるモデルですので、欲しい方は今すぐ予約しておくことをお勧めします。今回は以上です。概要欄に販売先を貼っておきますので、気になる方はそちらからチェックしてみてください。